こんにちは、こんばんは、三浦です。ということで、今日もよろしくお願いします。ついに明日になりましたね。帝京大学ラグビー部講演会ということで、いろんな方からですね、当日よろしくお願いしますというメッセージを頂戴してるんですが、ちょっとすいません。返信とか全然できなくてですね、ちょっと収拾つかなくなってるんですが、明日、会場でですね、どんどん声かけていただければなと思います。書籍もお渡ししたいので、よろしくお願いしますということで、明日になったんで、さすがにもう、行く、行かないは決めてる方は多いと思うんですけど、前日ですし、こんな感じの動画を撮ってみようかなと思います。相馬監督、松山選手、高本幹也選手にこんなことを聞いてみようと思いますということで、提出した資料公開ということで、それぞれですね、対談、そんなフリートークで話せるほど技術ないんで、事前にこういうことを聞くっていうのを、資料を提出させていただいてですね、帝京大サイドに。で、それで昨日相馬監督とも、ズームさせていただいて、今、特に、問題ないということと、あとは、ちょっと松山選手、高本幹也選手はご存知、もうリーグワンで忙しいんで、もちろん話せてないんですけど、明日当日、1時間前ぐらいに来てお話しするってことになってるんですが、僕の方からですね、質問票を提出している段階です。で、練習の合間とか、時間の隙間で見ていただければなと思うんですが、その、で、どんな答えになるか。で、昨日も相馬さんとズームしてて、僕がそれぞれ質問票を読み上げたところ、今答えた方がいいですかっていうふうに言われたんですけど、いえいえいえと、当日よろしくお願いしますと、いう形にしたので、あくまでもどんな内容の答えなのかっていうのはわかんないんですけど、僕からはこういうのを投げてるよということを、参加していただく皆様、参加できない方とかも含めて共有しておきたいなと思います。よろしくお願いします。そうですね。よろしくお願いしますと、いうことで。で、まず、相馬監督の方から見ていきましょうと。ああいうことで、修正をしてですね、相馬監督にはこんなことを聞いてみようかなと。まずは、優勝おめでとうございますと。もはや大学ラグビー部界では、伝説になりつつある名将岩出監督からバトンを引きずり、いきなりの優勝は本当にすごいですと。大学ラグビーファンとしては聞きたいことが山ほどあるので、今日はよろしくお願いいたしますということで、あとは、何でしたっけ、いろいろズームでですね、あ、ズームじゃねえや、生配信ライブで、本当視聴者様から、こういうの聞いてほしいとかいうのを、もちろん全部は反映できてないんですけど、いくつかいただいたのもうまく反映しながら提出させていただきましたということでね、行きましょう。で、もうこれ、まずはこれを聞きたいなと思います。結局、帝京この一敗だけですよね。春季大会の初戦で、ハウの明治に負けた時は、やはりなと思ったのが本音でしたと。監督が変わるのは大変なことだと思いますので、と。でも、いざ蓋を開けてみたら、負けらしい負けはその試合だけだったように記憶しておりますと。この敗戦後、何かチーム内で変化が起きたのですかということに関して、相馬さんがすぐ話したそうでしたけど、いえいえいえ、今度はと。当日はと。いうことなので、大学ラグビーファンならお別れだと思うんですけど、これを、明治勝ったんですよね。春初戦。で、やっぱりな、大変だよな、監督変わるのは、なんていうのを動画で偉そうに語ってましたが、僕がですね。なんですけど、そこからはもう負けらしい負けってもう記憶にないと思います。春の大会、菅平、対抗戦、大学選手権というところで、きっとなんか変化が起きたんじゃないかな、なんて思ったんで聞いてみました。で、僕二つ目、この対抗、この二つ目の黒ポチが僕が実は一番聞きたいところで、対抗戦で僕が一番印象に残ったのは、毎試合ベストメンバーで臨んだことです。正直今の対抗戦は上位と下位で結構差がありますと。温存とかこの選手を試してみようという考えはあまりないのでしょうかということで、僕、本当に岩出さんから変わって一番ここなんですよね。岩出さんは、もちろん、9連覇時代の時とはちょっとあれなんですけど、なかなか優勝できなかった3、4年の時とかって、3年ぐらいの時って、なかなかレギュラーを固定してなくて、いろんな人を試してるってイメージが僕強くて。で、細木選手の代の時にちょっと固まってきたなぁなんていうのは思ったんですけど、とはいえ、リーグワンとかでもあるじゃないですか。あんまみんな口には出してないけれども、やっぱり上位チームが下位チームと戦う時はやっぱハードなスケジュールがあるので、若干落としてるっていうのはもう誰が見ても明らかだと思うんですよね。で、落としてるっていう表現はおかしくて、何か起きた時のために選手層を厚くするとか、温存しとくとか、あと試してみるみたいなのって絶対あると思うんですよ、指導者。で、それ、相馬さん一切やらないんですよね。
一切やらなかったんですよね。だそこの思いとか意図とかっていうのはあんのかなと。ああいうところをちょっと聞いてみたいなと思います。で、昨日、あ、すいません、話の途中で申し訳ないですけど、結構、時間的に僕が質問を多く出しすぎたんで、全部、話せるかどうかわかんないんですが、ただ、まあ、この動画見ていただいている方には、こういうの出してるよと、ああいうのを共有させてください。で、この三つ目の、黒ポチなんですけれども、唯一僕、相馬さんの記事を結構、遡ってみたんですが、このことだけちょっとイラッとしてたんですよね。で、それ昨日もお伝えしたら、なんか笑ってて、ははみたいな感じで笑ってましたけれども、っていうのは何かというと、やっぱワールドカップイヤーで、リーグワンもいつもよりも早い時期開催あったじゃないですか。で、そういうことで、実は選手権のスケジュールが例年と違ったんですよね。で、そこに関して、相馬さんがちょっと警鐘鳴らしてたんですよね。こういうのは良くないんじゃないかみたいな、記事見つけてですね。で、そこをイラッとした理由っていうよりは、これは結構僕が別でも質問来るんですけど、選手権での1週間、2週間、もっと言うと3週間の空きの違いって有利不利どうなのかっていうのは聞いてみたいですね。だから、シード校の時、シード校が絶対1週間多く空くじゃないですか。1週にしろ、2週にしろ、3週にしろ。ここに関してですね、いつも言われるんですよ。聞かれるんですよ、毎年。これ、シード校の方が有利なのか、それとも、試合を続けてた方が有利なのかっていうのは、ちょっとあるので、ちょっと、これちょっとね、まあ、イラッとしたことを入り口にですね、ちょっと聞いてみようかなと、いうふうに思います。で、これ自身の経験としてはって、ここに書いてあるところに関しては、僕はやっぱりエリートじゃなかったんで、やっぱスタメンとか全然取れなかったんで、で、ね、その時に、その選ばれない方からすると、もう本当に、やっぱり選手選考って、なんか、全員が全員満足する選考って難しいんですよ。もう絶対なんであいつを出すんだ、あいつ全然練習してないのになんであいつ出すんだとか、もうしょっちゅう思うんですよね。あいつは結局監督に好かれてるから出るんだみたいな、そういうのとかって絶対あると思うんですよね。で、監督サイドもそういう声が上がってるのを知った上でですね、まあ、決めなきゃいけないっていうのもあると思うんですよ。だから、選手起用、スタメン選考の時に一番意識されてることって何なのかなっていうところ。で、これはちょっと仲間から聞いたんですけど、でもやっぱ同じような実力、迷った時に決め手にすることっていうのがあるじゃないですか。これはちょっと仲間からアドバイスもあったんですけど、そうそう、だから同じような A 選手、B 選手みたいな時に迷うなとかいう時とかって絶対あると思うんですよね。帝京大とかも選手層厚いですし。まあそういう時に、まあ、なんか決め手としてることとかってもしあんのかな。で、ちなみにで言うと、今は亡き僕の大恩師である上田明夫監督はですね、迷ったら若い方っていうふうに言ってるんですよね。同じくらいの実力で4年と1年で迷ってたら絶対1年を出すと。言ったところで僕は4年のそのリーダーの時に大喧嘩したことがありますね。そんな納得いかないみたいな。4年が最後の年じゃねえかみたいな感じであったんですけど、まあ、僕自身経験ないんで、大学ラグビーっていう人気のスポーツのその監督である、トップである監督が選手選考の時にどういうことを気にされているのかっていうのは聞いてみたいなと思います。あと、これ、帝京大の魅力ここなんですよね。花園スター選手ばかりじゃないっていうところが、まあ、若干ここが明治とかと違うところかなって個人的には思ってて、昨年の塩橋選手とか白国選手、今年の上杉選手が一番わかりやすいですよね。はい。全然花園で無名だった選手が、帝京大で、その花園スター選手と肩を並べて、スタメン取るっていうのって本当すごいことだと思うんですけど、で、まあ、その人たち、まあ、とはいえ、全員が全員無理じゃないですか。だから高校で無名だった選手が、帝京でスタメンに取れるようになるまでの成長過程、なんか共通点とかってありますっていうのは聞いてみたいなと思います。で、あとは、相馬監督が現役時代から指導癖があったっていうのを記事で見つけたときに、あとその矢野さんとの対談、あの実況の矢野さんとの対談とかをもう見させて、聞かせていただいた時も、まあ、ある程度答えは言ってたんですよね。学生の時と、
あ、学生に対しての指導とそのトップリーグとかリーグワンのプロ集団での指導ってある意味違うっていうことは、あの実は答え言ってたんですけど、まあ、あの聞いてない方もいるし、改めてやっぱ指導者としてのあのなんか考えてることっていうのをお聞きしたいなという感じで思います。まあ、あとはここら辺はちょっとなかなか他のスポーツ記者じゃ聞けないことで言うと、僕の強みってやっぱその YouTube やってるってところだと思うんですが、もう単純にですね、あのもうテーマを上げたら、もう今となってはこんだけやってるんで、大体どんだけアクセス来るかわかるんですよね。で、そのイメージで言うと、やっぱり日本代表と大学がやっぱ人気で、次高校で、で、やっぱリーグワン、一番人気がなきゃいけないリーグワンっていうのが、まあ、リーグワン好きが僕の YouTube を見てないっていう見方もできると思うんですけど、僕の YouTube、やっぱラグビーのコアファン多いんで、まあ、これ分かりやすい数字出るんですよね。で、海外の動画なんてもう論外なんで、あ、論外っていうのはあれですね、アクセスって意味ですね。で、それって別に他のスポーツにも当てはまると思うんですけれども、そのラグビー人気っていうのを向上させるためっていうことも含めて、僕の YouTube のこのアクセス分析を、まあ、ちょっとネタにしながら、あの考えてらっしゃることがあるんだったらお聞きしたいなと思います。まあ、あとこれは僕が慶応だったっていうのがあるんですけど、あの僕が大学ラグビー関連の情報で最も悲しいのはって書いちゃったのは、この選手続けないんだっていうことが多いんですよね。確かにその人の人生なんでとやかく言うのはおかしいんですけど、他の学校も含めてですね、もっと続けてほしいなっていう選手が多いんですけど、そのあたりの社会人になってのラグビーを続けるか否か、なんかそういう時に、例えば迷ってる学生の人とかに、相馬さんってどういう意見を言うのかななんていうのも聞いてみたいですね。まあ、すいません。僕はこういう仕事をしてるからはっきり言わせてもらうと、別に就職が全てじゃないんでね。もうラグビーがちょっとでも才能ある人はもう全員続けてもらいたいぐらいなんですけどね。まあちょっとそこはちょっとお聞きしたいなと思います。そうですね。あとは親御さんが結構僕の YouTube 見てくれてるんですよね。息子がラグビーをやってて、で、なんですけど経験者じゃないだけど自分の可愛い息子さんがですね、あの一生懸命やってるラグビーについてすごい勉強したいと。いう方が結構僕の YouTube 見てくれてるんですよね。で、やっぱその子になってくると、やっぱ進路っていうのはすごい気になると思います。で、まあ、社会人になったら別ですけど、やっぱり高校から大学とかも、かなりその親御さんの意見とかって、子供たちでやっぱりすごい気にするとこあると思うんで、だからその親御さんに対して、その帝京大でやる魅力、学生の人たちは分かってると思うんですよね。提供でやる魅力。だけど、その、親御さんたちに向けて、提供で、うちに預けたら大丈夫だよ、みたいなことだったりだとか、こんないいことあるよとか、っていう、その、魅力を、こういう形で、提供大ラグビーの魅力を、こういう形で引き出してみたいなと思います。あとは、ちょっとここは攻めてんですけれども、相馬監督に聞くのもいかがなもんかなと思うんですけど、最近やっぱり、そのワイルドナイツの福井選手だったり、ブレイブルーパスのワーナー・ディアン選手だったり、大学を経由せずにいきなりリーグワンという流れもできつつあるんですが、あえてそこで大学ラグビートップの帝京大を率いている相馬監督の考えっていうのはあるのかなというのをちょっと聞いてみたいですね。まあ、時間あるかな。てな感じで、提出させていただき、昨日打ち合わせさせていただき、基本的には、合意していただいて、まあ、一番、その、間に入ってくれてるスポーツ局の方が、まあ、もしかしたらもう、最初の1、2番目の質問で結構時間経っちゃうかもですね、なんておっしゃってましたけれども、まあ、どこまで、話せるかわかんないですけど、基本的にはこういう、質問事項を僕から投げてるっていうことを共有させてください。じゃあ続きまして、松山選手と高本選手はもう読んでくれてるかな？もう忙しいからあんまあれだと思うんですけど、相馬監督経由で二人に、出しております。松山選手、高本選手へということで、もういきなり、もう話したことも挨拶したこともないんですけど、いきなり質問案を出すのもいかがなもんかと思いますが、まあちょっと事情が事情なんで、本当に優勝おめでとうございますと。
たくさんの感動ありがとうございましたと、ですがその余韻に浸ることもなく今やリーグワンでの練習も大変な中貴重な時間をいただきありがとうございますと、当日の質問をまとめてみました。僕の聞きたいこと、僕の周りの大学ラグビーファンの意見なども入っております。事前に目を通していただき、これはちょっととかもっとこれをとあいうことがありましたらご指示ください。よろしくお願いいたします。で、松山キャプテンの質問、高本選手への質問っていう形なんですけど、まあね、普通対談なんで松山キャプテンがずっとずっと話して次高本キャプテン、あ高本さんって、あ高本選手っていうのはちょっとおかしいんで、まあ、あの質問、下記質問表は松山キャプテン高本選手と別々に書いてありますが、当日はなるべく交互に、時には2人同時に聞く感じで臨機応変に進めさせていただきたく思いますということですね。で松山キャプテンに関してはもうこんな感じです。もうこれはあれでしょう。優勝時の涙が印象的でしたが、もう忘れちゃったかもですが、あの時の気持ち、優勝した直後ですね、を教えてくださいと。もうあの涙が僕は印象的なんで、だからその時の気持ちをちょっと聞きたいなと、いうことと、あとその記事見たところ、キャプテン立候補したって言うんですよね。すげえなと思ったんですよね。だってあの細木キャプテンのあの後を引き継ぐのはかなりプレッシャーだったはずだと思うんで、だからその本当に責任感とかチームを強くしたいっていう気持ちがあられるんだとは思うんだけど、あの自らキャプテンをやろうと思った理由を教えてくださいと。いうこともちょっとダイレクトに聞いてみようかなと。で、これちょっと面白いなって自分では思ってるんですけど、まぁ、ちょっと他の記事で答えは出てたんですけど、まぁ、ちょっと聞いてみたいなと思って、この1年本当に辛かったと思います。そんな、特に精神的に辛かった時に頼りになった同期とかいらっしゃいますかと。これ結構ね、聞きたいんですよね。で、ちょっとある記事ではある選手の名前出てましたけど、まあそれが答えなのかみたいなところはちょっと聞いてみたいですね。で、あとはやっぱりこれはみんな聞きたがってますね。僕の周りが。そもそも絶対松山選手クラスだといろんな学校から声かかるんですけど、まあ提供を選んだ理由ですね。で、あとはこれは僕が聞きたいですね。モンスター揃いの後輩をまとめ、いやもう鼻息荒い後輩たくさんいるじゃないですか。それを特に意識したことと。で、僕がちなみに松山キャプテンの立場だったら、多分ですけど、まあ投げ出してますね。はい。キャプテン放棄と。まあそこら辺、やっぱり、優秀な後輩が、やっぱり下からの突き上げって半端じゃないんで、なんかそういう時に意識したことってあんのかなっていうのを聞いてみたいのと、あえてキャプテンの、松山選手にこれですね。岩出さんと相馬さんの指導の違い。っていうのをここで聞こうかなと。で、これまた提供と一緒なんですけど、ベルブリッツも絶対他にも声かかってたと思うんですけど、ベルブリッツを選んだ理由。で、そうなってくるとこのセットですよね。アーロン、ボーデン、決まってますよね。その世界的なスーパースターと一緒のチームでやることをどう思うかと。ああいうことですね。あとはこれはもう、僕はいろんな選手たちとこれから、お話しする機会があるときに絶対僕が一番こういう聞き方したいんですよね。で、そのベルブリッツで早くスタメンを勝ち取るために、もっと言うと日本代表になるために、今松山選手が最も意識していることってっていうのは、僕、頑張ってくださいとか、日本代表になるの、応援してますっていうのって簡単なんですけど、なんか聞きたいんですよね。例えば、フィジカルだとか、自分はこういうところがっていうのは、やっぱ選手本人が一番わかってると思うんで、まあもし話しにくかったらあれなんですけど、自分はこう、まあね、こういう体格的な不利があるのでこうしたいとか、自分はフィジカルに自信があるからもっと伸ばしたいとか、なんかそういう話が聞けたらいいなと。強いて言えば弱点っていうのは、やっぱそういう選手から聞く言葉としては、こういう聞き方がいいなって個人的には思ってるんで、お願いしますと。ということですね。で、高本選手に関しては、もう、これはもうラグビー関係者全員が口を揃えてですね、2022年度の大学ラグビーの MVP が高本選手と言ってますが、それを聞いてどう思いますと。嬉しいです以外あんのかよって感じなんですけど。いや、まあ、ちょっとここは聞いてみようかなと。で、あと僕の周りも本当にファンが多いです。全員が視野が広いと言ってますが、まあちょっとこれはちょっと皮肉なんですけど、個人的にはみんな視野が広いって言いながら理解してないと思うんですよね。だけど高本選手を評価するとき、高本選手ってどんな選手って言われたときみんな視野が広いって言うじゃないですか。視野が広いって言っておけばいいみたいな。僕もそういうとこなんですけど。
でもその視野の広さについてっていう、ちょっと抽象的なんですよね。視野が広いっていう。で、そこに関しての考えとかに意識されてるっていうことを、ちょっと難しいかもしれないなと思ったんですけど、聞いてみたいなというふうに思いました。で、あとは松山選手同様、帝京サンゴリアスを選んだ理由ですね。で、さっきの松山選手と同じようにですね、みんなはまずサンゴリアスでのデビュー、日本代表を期待しておりますと。松山キャプテンの質問と被るのですが、ご自身で足りないと思うところ、強化すべきところっていうのを、まあこれは先ほど松山キャプテンの時に お話しした通りの理由で聞いてみたいなと思います。あとこれはもう、まあ、タブーもクソもないと思うんですけど、リー・スンシン選手はやはり意識してますよねと。同期でしたからね。で、これなんですよね。で、最後、これは僕が、聞いてみたいんですけど、僕らファンは、今年の大学ラグビーの、今年のですね、楽しみの一つに、やっぱ高本選手の後釜なんですよね。まあ、ここ数年、帝京大といえばもう高本幹也選手が司令塔っていうのはもう決まってたんで、大町選手の名前とか多分直接的には言えないと思うんですけれども、だからあえてその誰を期待してるっていうよりは新人も入ってきますしね。その、なんかその直接的な名前っていうよりは、その大学ナンバーワン帝京大スタンドオフの司令塔として大事なと思うこととか、あとはその、これからも引き継いでもらいたいものとかあれば教えてくださいっていうところ、強力なフォワードがあるし、強力なバックスがいる、っていう中でのやっぱ司令塔として多分こだわりとか帝京大のラグビーだからこそのスタンドオフの価値とかやるべきことっていうのは多分考えてらっしゃると思うんで、まあそういうスタンドオフ司令塔理論みたいな、帝京大スタンドオフ司令塔理論みたいなのもちょっと聞いてみたいなと思います。もうちょっとですね、質問が多すぎて間違いなく全部は聞けないんですけど、時間的に、まあでもこんな感じでですね、当日話すということを、いつも僕の YouTube を楽しんでいる、くれている皆様と共有したくて、動画をお届けさせていただきました。やべえ、20分になった。これ読み上げただけで20分になるってことはね、そういうことなんですよ。ということで、ちょっと時間のコントロールを考えます。ということで、明日、会場でお待ちしております。では。